しのさん。おしのは死んだよ。文次郎さん、あんたの知ってるおしのの綺麗な思い出だけを持ってっとくれよ。おめえさんのことは思い出しもしねえが忘れもしやせん。木枯らし紋次郎、上州新田郷三日月村の貧しい農家に生まれたという。10歳の時に国を捨て、その後一家は離散したと伝えられ、天涯孤独な紋次郎がなぜ無宿徒生の世界に入ったかは定かでない。